東山三条の交差点から裏通りに入ったところにラスタカラーの扉をしたラーメン屋さんがある。実はこちらのお店、以前嵐山でめっちゃうまなキューバサンドと、これまためっちゃうまなジャークチキンをいただいたお店、アイニティのスタッフさんたちが口を揃えて美味しいと教えてくださったので食べに来ちゃいました。感染対策バッチリやね。マスクかけまである。気遣いがいいね。なになに、ジャークチキンラーメン、あのスパイスとハーブに漬け込まれたチキンがラーメンに、これがおすすめと聞いてますよ。お、しかも僕好みなココナッツミルクスープがあるじゃないですか。よし、これにしよう。餃子セット、そういうのもあるのか。餃子もいっとこか。いろいろ貼ってある店内。あ、ここにもミスジャマイカのポスター。ちょっと詳しくなってきました。きたきた、ジャークチキンスパイシーココナッツラーメン。おほほ、これは見たことない感じのビジュアル。ジャークチキン以外の具はパプリカ、トマト、ネギ、ナッツ、そしてライムかな。餃子も到着。とりあえずラーメンいただきましょうか。まずはスパイシーココナッツのスープを。僕好み。はあ、麺も美味しい。ココナッツの甘い風味をスパイシーな香辛料が引き締めるスープ。麺がまた僕の好きな細麺ストレート。これはいい出会いをしてしまったかもな。そしてこのチャーシューの位置にあるのがジャークチキン。スパイスとハーブの香りが豊かでジューシー。これがココナッツミルクの甘くまったりとしたスープとあって、エスニックで高度な味わい。これは癖になるわ。甘みのあるココナッツミルクがベースで辛くないのに、スパイスで全身がポカポカ温まってくる感じも好き。さて、そろそろ餃子行きましょうか。こちらの餃子は浜松にある行列店浜太郎さんの赤餃子。こちらはいっちゃんラーメンさんオリジナルのエスニックな味噌だれ。これだけ買いたがるお客さんもいるという密かな人気者。いただきます。皮は薄めでサクッと焼かれてて、豚肉がジューシーで、あんがとろっとろ。ニンニクの効き方もいいね。甘めの味噌に酸味を感じる香辛料のタレがいいアクセント。それにしてもラーメンのスパイスで温まって汗がすごい。奇抜な見た目や甘み、スパイシーさの多面性に汗をかくほどポッポカになる体。この食事体験快感やね。そんでこのライムがまた後味をさっぱりさせてくれる。面白いね。はあ、いかん、このスープいつまでも飲んでしまう。超高血圧なので今日はここらでぐっとこらえて、ごちそうさまでした。はあ、美味しかった。京都の南米料理界隈、こんな世界あるなんて知らんかったな。